廃墟パイソン街道チャンネルへようこそ。今回は栃木県日光市足尾町に来ています。足尾といえば誰でも知ってる日本初郊外第1号の足尾銅山があったところです。現在銅山は閉山となり稼働していませんが、負の遺産処理のため関連施設は未だ運転中で、関係者以外の立ち入りは規制されています。今回はそんな立ち入り禁止エリアに潜入し、公害防止活動が適切に実施されているかどうか検証していきます。しかし不法侵入には変わらないので、見つかれば翌日の新聞の一面を賑わすことになるだろう。Thank you.
以上で旧足尾銅山潜入ルポ前編を終わります。銅山潜入ルポ後編を企画していますので、チャンネル登録と応援よろしくお願いします。